ビデオを撮影中のところを見せてもらった。そして犯人は焦って僕を突き飛ばして、これで動機は分かった。でも聞いた犯人は、なんだか探偵みたいな口調だな、知り合い。こう見えて僕探偵部の副部長ですから。探偵部、そんなのあったっけ。まだ非公認です。今日こちらです。警備会社の上司である城之内室長がやってきた。僕たちは鍵の開いている生物教室に移動させられた。さて、最初に犯人を目撃したのは君だね。こうして僕たちへの尋問が始まった。E と同じ形をしている。出入り口は E の3本あります。
の泥棒だというので一緒に追いかけたのです。犯人の後ろ姿が見えませんでしたが、私の方や逃げてこなかったので E の下の横棒に当たる廊下に逃げたのは迷惑です。室長もご存知のように E 館は特殊な機材が置いてある教室が多いので、廊下の窓にも特殊な泥棒よけの格子がついています。ですから窓からの脱出も不可能です。つまり犯人の出口は一つしかない。ところが窓を曲がって下の横棒の廊下に来ても犯人の姿はなかった。玄関を出て周りを見渡しても賊らしい姿はありません。それですぐ横の花壇で金いじりをしていた用務員が口だった。誰か今ここを通ったな。どっちだ。ああ、いいよ。わしはさっきからずっとここにいるが誰も通っていないな。それで私はてっきりこの生徒たちに覆されたんだと思ったんです。いや、視聴覚資料室に行ってみると確かに荒らされたのがありまして、それですぐ室長に連絡した次第です。君たち3人の中の誰かと違うのかね。